もう最近仕事が忙しくて三振全然練習してなかったんですか、すいませんねえ、はい、で、あれだけもう三振に夢中になるという沖縄にちょっと夢中になってるかもしれませんね。そうです ね、うん、よく仕事が忙しいのに沖縄来ましたね。忙しいからこそかっこいいな、忙しいから来るわけですね。はい、ねで、そうやってちょっと三振を弾くとまた解放されて、そうですね、景色も良くて、うん、ねいいですよ ね、 すね。今日は曇り、もう昨日から梅雨入りしたんですけど、青空がやったら目の前全部コバルトブルーですからね。ね、本当はねですね、でもう、中央区にいると大都会にいるとその逆がいいですよ ね、 いいですね。じゃあ久しぶりに、小さくの花、初めて会って初めて弾いたのも小さくの花でした。あれから3年、はい、ちょっとやってみましょう。小さくの花やちみさちにすみて、親のゆしぐとやちむにすみり、おつづきさびら。ですよね、いいですね。ああ、もうこれからちょっと忙しくても今度は三振練習されたらですね。そうですね、頑張ります。でももういいですね、沖縄来て遊びに来てるのかなと思ったら仕事、うん、忙しいから沖縄に行く、そういいですね週末沖縄仕事弁護士いいですね。で、お会いできてよかった。パイナップルもちょっと食べて、ね、ホテルであとパイナップルも食べてください、ね、うん、スナックパイです。スナックパイ これから N パイゴールドバレルが出てきます。それもまた紹介したいと思います。シマバナナもたくさん置いてますからね、でシークワーサーもできますし、マンゴーも今日撮影行ってきたんですよ。マンゴーもネオトロピカルで、すごいですね、はい、ぜひ東京でも会う人ごとに広めてまいります沖縄に来い、会いに来いって宣伝してください、はい。